加山の院道政は、鎌倉時代前期から中期にかけての苦行。右大臣、加山の院定賀の長男。下には、11位、大城大臣。あと加山の院大城大臣と合す。加山の院や七代当主。上映2年15位下に助赦。文略2年12月に、15位上、自重に除任され、家庭3年には、14位下、ついで14位上に除せられた。 炎王2年12月生4位下二少女。任治4年12歳にして元服し、左この絵県中将に任ぜられる。寛元5年に、13位に除せられて苦行に劣し、法治2年一前ゴ守森を兼ねた。県長2年生3位、3位に除任。県長3年県中納言に任ぜられ、大験を調された。高元2年には、生2位、県大納言に昇進する。校長二年に、 右この枝大将、右馬司か官を検体する。文英5年12月に内大臣に任せられ、文英6年にはさらに右大臣を拝命する。文英8年に上表して、右大臣を辞任するが、検事元年21位、大乗大臣に除任されて官任した。翌検事2年3月に、病のため大乗大臣を辞退。同年四月に出家し、五月四日に十五歳で、 隠れ子。宝治2年に、誤差が天皇の氏見行きの天末を記した、氏見行き記を表している。以下、諸家伝の記載に従う。ありがとうございます。